だからイメージが悪いんですよね。ドリブラーあるあるだ。最近減ってきましたよね、昔よりドリブラー。そこでもパス出さないんだよ。まあいい判断、その時パスなのかドリブルなのか。さあ今回はドリブラーが揃っております。永井雄一郎さん、飯尾和則さん、そして桜井直さん、よろしくお願いします。お願いします。現役時代はドリブルでブイブイ言わしてきた皆さんですけども、元気ですか？元気です。なんとか、はい、元気です。え、サックは今ってあれでしょ？スクール自体は今月5月いっぱいまで休校となりましたけど、うん、まあ少人数制で今やってます。え、EO は？チビは？まあチビチビって言います。俺も休みにしました。4月、5月と2ヶ月間、うん、コロナウイルスの影響。でもスクール業としては結構痛いよね。そうですね。長井は今は？僕、ただの、お休み中です。の練習もないですし、近所を走ってるだけです。それ、J リーガーもみんなそうだからね。まあ、練習始まったところもあるけど、今回、まあ、YouTube なんかでもあるけど、ドリブル専門のスクールとかあるわけよ。まあ、サクそうだもんね。そうですね、はい。でも、我々の時はそんなのなかったじゃない。みんなそれぞれどういう練習してきたの？飯尾はどんな練習してきたの？僕はもう、ひたすら、相手をイメージして、キックフェイントが主に多かったですね。そんな今みたいに足の裏使ってとかっていうのは、本当にやったことなかったです。サークは？教わったとかってなくて、練習というよりは、ずっと試合とかでドリブルしかしてなかったですね。中でもやっぱドリブル？そうですね。フェイントとかも知らなかったんですよ、もともと。そんな見る機会なかったので、相手から触られないようにとか、逃げるようにみたいな練習はしてましたね。で、小学校の時とかさ、なんか憧れの選手とか、目指してた選手、まあドリブルとか手本にした選手とかっていたりする？あ、マラドーナ。マラドーナだよね。まあ全部できるからね、マラドーナは。え、サクは？いや、一緒です。テレビでやってんのが、うん、ほら、ワールドカップぐらいだったね。そうだね。あと、12ちゃんの何でしたっけ？ダイヤモンドサッカー。ダイヤモンドサッカー。あのマラドーナ見て衝撃だったでしたよね。それで真似してましたよね。あ、まあ、マラドーナもフェイントしないもんね。え、チビは？まあ、J リーグが僕は6年生の時に始まったんで、うん、カズさんのシザースとかを真似したりとかっていうのをしてました。うん、だカズさんが日本に帰ってきてからだよね、多分。フェイント、このシザースが。ね、俺もだって見たのはあれで初めてだもんな、高校の時に。ブラジルの人たちみんなやってるもんね。だからロナウドとかさ、あのドリブルとかってやっぱり。ロナウドの方ですか？ロナウジーニョじゃなくて。もうなんかロナウドももう、こうじゃん。あ、まあそうですね。あのロナウジーニョもそうだけど。でもさ、ドリブラーの人たちってみんなさ、怒られることない？ドリブルしすぎて。めっちゃ怒られました。監督に？監督にも怒られたし、選手にも怒られました。なんて怒られるの？なんでお前二人いるとこ突っ込むんだよとか、お前バカだろってすげえ言われました。それでも行くんでしょ？はい。なんかでも怒られることあった？いや、めちゃくちゃ怒られる。だってもう他、周り使えよとか言われてましたけど、周りとかもう見えてないんですよ。選択肢としてもドリブルしかなかったから。そう言われても何のことかなっていうぐらいの感じでしたけどね。サクもそう？まあ、よく言われましたよね。まあ、運よく小学校から、高校まで、プロになるまで、指導者の人にそこまで言われなかったです。僕のいいところをなんか認めてくれてたんで、結構自由にやらせてくれたから、それが本当良かったですね。でもプロになったらなかなかそうはいかなかったでしょ？あ、そうですね。水木さんとかにすげえ文句言われたじゃないですか。だってほら、これ今のタイミングに出てくれば、俺もフリーだったりするのに、それでも持つじゃない。ドリブラーの宿命ですよ。抜きにかかるみたいな。サクの場合は、オジェック監督の時にさ、レギュラーチームと試合すると、もうブフバルタの股とか抜いてくじゃん、キーンって。そうっすね。それでもうめちゃめちゃ怒るっていうさ、しかも監督までなんか怒っちゃったりしてさ。ギドに思いっきり削られましたから、なんか。もう超恐ろしかったですよ。本当だよね。どうですか、股を抜くのもさ、やっぱ抜くことが快感だったりするんでしょ？目の相手を。ことを目的としちゃってましたからね、どちらも。だそれを目的としてやってきてプロになって、それがすごいんだけどさ、俺ドリブルほとんどしたことないからね。あの、まあ、いろんな監督でもそうだし、いろんな選手ともやってくる中で、まあ、合う合わないもあるじゃない。ドリブル嫌いな人もいるじゃん。なんでもかんでもやっぱり目の前のやつと勝負したいけど、こうドリブルをすることっていう考えよりは、その点をための道筋をドリブルとして使ったと。何回かあるうちの1回をドリブルを使うとか。っていう考え方になったので、だいぶやっぱドリブルは年々減ってきましたね、やっぱり。チビも、ベルディとかだとさ、どちらかというとこうブラジルスタイルじゃない？はい。なんかこうドリブルとかって結構許される感じじゃないの？取られなければいいんですけど、もう絶対いければいいっていうか、そういう感じだったんですけど、でももう上手い人がたくさんいて、やっぱもう早くパス出せよってもう全員に言われるんで、僕一番下だったんで、そっからなんかやめようみたいな思うようになっちゃいました、ね、
え、チビ何歳でデビューしたのっけ？高校生だっけ？はい、高校3年生の時に。その時パス出せよってうるさい先輩誰だったの？いや、全員うるさかったですよ。もう、俺に出せ、俺に出せ。当時は、チビがその高校3年生の時、カズさんとかまだいた？カズさんはもういないです。誰がメイン？北沢さんがいて、うんうんうん、林健太郎さんとか、山田拓也さんとか、高木拓也さんとかですね。それみんなうるさいね、ある意味ね。そうですね、怖かったです。高木さんなんかそれこそドリブルいらない派だと思ってんじゃない？でも高木さんはめっちゃ優しかった。チビも好きなようにやれみたいな感じでした。やっぱ高校生だしっていうのもね、まあ、デビューしたばっかだからっていう、はい。多分高木さんもそうだし、俺もそうだけど、自分がそんなにドリブルしないから、ドリブルで前に運んでくれる人は結構助かるんだよね。それであとパスしてくれればいいんだけど、サックそこでもパス出さないんだよ。そうっすね、はい。もう一回やるからさ。でもサックもやっぱベルディ行ってからでしょ。やっぱドリブルとかまあレギュラーになったのも。ああ、そうですね。はい。ベルディの人たちとうまくあった。監督ともそうだけど。なかなかほら、ドリブラーがいなかったんで、チームに。うん。だからすごい重要視してくれて、自由にやらせてくれましたよね。ボール取られないためにはドリブルができなきゃダメなんだよね。抜きに行くドリブルもあるし、やっぱ運ぶためにドリブルとは言ってもいろんなタイプの種類もあるから。うん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 。そうだよね。だってずっとこうキープしても、ね、やっぱ囲まれるは取られちゃうから。そういう意味ではイニエスタのドリブルなんかはすごい有効的なんだよね、やっぱね。そうですね。ね、子供たちにも教えてるじゃん、サックとかマチビは。どういう風に教えてんの？どんなドリブラーになれみたいな。戦術とかよりも自分で行けよみたいな。うん、で実際俺らもドリブルばっかしてたじゃないですか、戦術とかそんなポジションとか関係なく。うん。だからチャンスだと思ったら、どんどん行っていいんじゃないっていうのはいつも声かけてますけど、まあただ全部ドリブルしろなんて言ってないし、まあいい判断、まあ、その時パスなのかドリブルなのかっていうのはちゃんと伝えてますよね、うん、あとこれさっき言ってたじゃん、このボールの持ち方、アザールとかさ、うん、結構みんなそこは世界のすごいドリブラーが共通してるとこだってよく言うじゃん、まあ、だから大事なのはかわす前の相手の距離とか、やっぱかわす時のタイミングとか絶対大事じゃないですか。そのためにああやっていい持ち方をしなきゃいけない。まあだからそういうのも大事なんで伝えてますよね。はい、チビも結構ドリブル意識して教えてる。はい。できないことの方がやっぱ小学生の子は多いんで、うん、まあまともにインサイドでドリブルできなかったり、アウトサイドでドリブルできなかったり、タッチがでかくなっちゃったりとかってするんで、やっぱそういうところを重点的に、まず自分が思ったようにボールを運べるようにならないと、うん、いくらやっても、あ、多分相手は抜けないと思うんで、そういうところを教えてますね。こうフェイントってどこまで必要なのかなって思うことあるんだけど、長井はフェイント系じゃないもんね。僕はフェイントをこうかけようとすると、使いすぎちゃって自分が動けなくなっちゃう。で、うん、自分のフェイントで自分がバランス崩れて次に遅くなるんで。ボディフェイントと、目線ととかですね。雄一郎のほら、ドリブルって、あの2000何年でしたっけ？チビ、なんだっけ？ 2004 年？ 2004 年と2005年の。ベルディ戦、まあ、あ、そう、ベルディ戦。両方ともベルディ戦っす。あ、3人抜いたやつなんてまさしくもうタイミングとあのドリブルのコースというかフェイントとかなあんまなくて、そうですね、だけどああやってスピードに乗った時ってもうフェイントとかあんまいらないんじゃないかって思うよね、ああいう雄一郎のドリブル見てると、 あれが一番いいんじゃないかっていう、本当ゴールに直結してやってるじゃん、だからあの状態でフェイントかけれないですそうだよね、まあ、そうだよね、やって本当目線ぐらいですね、意識だけこう飛ばすみたいな感じの、あのベルギー戦のゴールあるじゃないですか、うん、強さにもう間違いがないっていうか、相手が取れると思って突っ込んできちゃうじゃないですか、多分、うん、タッチが細かかったら多分相手下がると思うんですよ、だけどそのちょうどいい距離に出すから取りに来ちゃうんですよね、永井さんのドリブルだと思うんですけど、それはすごい意識してるんですか、なんかマラドーナのあの5人抜きのイメージ、うーん、結局やっぱ足元に入りすぎてるとドリブルのスピードが上がらない、だけどやっぱそこのドリブルのペースは上げたいから、うん、ギリギリのところまではボールをさらすようにそうやってこううまくスピードは上げたいから、だメッシみたいに足元に入ったままずっと速ければいいんだけど、俺サブそれできないから、こうちょっとを広めに出しながらでも自分が触れる距離感っていうのがあって、そのボールタッチのなんつうのかわした、うん、押し出した強さが抜群にもそうっすよね、うまいよね、まあ、だけど自分の速さ分かってますよね、あ、まあ速さもね、
自分の能力っていうか、自分が届く範囲と相手との距離をすげえ分かってるなって思うんですけど。もろ成功例だからね、あれだけど。まあもちろんあれをね、ミスるときももちろんあるけど。まああとはそこをこう、試合中のこう感覚的に修正していくだけだもん。だから、雄一郎はさ、そう、止まったときがなんぼできないわけじゃん、あんまり。そうそうです。止まったらする気ないですもん。だそこがあったらもっとすごいよね。だから例えばサイドとかで1対1の場面とかで、もう相手距離近い、スピードも乗れない、そこでかわせてたらもっと スーパーだよね。止まってボールは受けないように、なるべく止まらないようにとか、足元に置かないように、もうそのファーストタッチからいきなりこうドリブルをグッて始めるぐらいの感じで、相手がリアクションしたことに対して自分が逆のことをやるとか、だからもう1回、取られちゃったら、もう抜けないですね、さすがに。なるほどね。だけどまあそうやって自分で考えてやってたわけでしょ、その自分の特徴というか。まあもう特にレッツ入ってからはもうずっとそうやって考えてましたね、なんか。まあだから自分を知ってんだよね、自分のことを。そうですね。やっぱ1年目の時にドリブルでね、面白いようにみんなフェイントとか引っかかってくれるし。周りの姿勢だっけ、デビュー戦あれ。はい、デビュー戦ですね。ね、俺あれテレビで見てて、もう井原さんと大村さんをぶっちぎってね、中盤あたりでさ、やっぱあれのデビューで衝撃だったよね。長いのドリブルってやっぱ長い距離でいけるっていうのは、すごいなと思って、うん。でもなんかやっぱそれがもうみんなそれをやっぱ見てるから、そういう研究というか、対応するのみんな早いじゃないですか。1年目で同じドリブルしてたらダメだなっていうのは思いましたね。ベルギーは2年とも対応できてなかったってことだからね。そうですね。そうそうそう。2015年のやつあるじゃないですか。あ、2005年あの国立のやつです。あ、国立の、うん。俺最初のカットインでかいなと思ったんですよ。中に入ったやつは、あ、でかい、取られるのかなと思ったけど、やっぱそこからグイっていけるじゃないですか。だからあの強さとかも多分、と、あとはディフェンスの距離とか、多分瞬時に分かってるからかなって思って。目の前の敵よりも、その後ろのカバーリングの人を見たり。そっちを先見てたから、自分が傲慢なところあるから、目の前の敵は抜けるもんだと思ってるから。はいはいはい。そうなんだ。カバーリングしてきた人にいかに取られないかみたいな。で、サクなんかどうなの？その目の前の敵っていうのはやっぱり、まずそいつは抜けるみたいな。そうっすね。まあだから、雄一郎ほどその、後ろのディフェンスはそこまで、まあチラッとは見るけど、どこにいんのかなっていうのは。うん、だけど、まずは目の前の相手ですよ。最終的にはみんなスピードがあるから当然できる部分もあるじゃない。イニエスタもやっぱ早いじゃん。瞬間的なものって。まあオランダのさ、ロッペンとかさ、マザールとかもそうだけど、最終的にはやっぱ彼らはスピードも超あるじゃん。多分走るスピードも。うん。うん。だそう考えると、多分この3人だとサクがそれ一番スピードはないでしょ。いや、そんなことないですよ。一番多分。あ、そう？サクさんは早いと思います。そっか。守備の方が早い印象なんだけどな。ゼロからギュッて出る。ああ、そうです。瞬間がやっぱ早いよね。ダッシュは遅いんで、伸びていくタイプ。うん、スプリンタータイプだもんね。岡野と一緒だよね。だ岡野はドリブラーなのかな、やっぱり。そう考えると。まあ、ドリブラーじゃないですか。ドリブラーだよね。うん。日本でドリブルする人って、カズさんが一番最初って分かりやすく言えばね。まだ、まあ、列言えば福田さんだよね。昔の人たちって杉山隆一さんとかなのかな。ウィングの人たちだよね。ああ。ウィングの人がドリブルするってイメージじゃない。健康列ねっていうの。シャドウ的な、ね、今のドリブルの得意な選手たちはどうなの？みんなから見て。例えば、宇佐美、原口とか、代表でやるような、まあ、乾とかもそうだけど。最近、減ってきましたよね、昔よりドリブラーが。ああ、そう。いるんですけど、なかなか J リーグとか見ても、あんまドリブルする人がいないという。どう？マリノスの中川選手。ドリブラーっぽいドリブラーだなっていう感じはします。でもそんなにもう若くないですもんね、彼もね。まあそうだね。わかんない。10、20代前半とか10代の子たちってドリブルばっかりしてると使ってもらえないんじゃないの、指導者に。うまく試合出るためのすべじゃないけどさ、うん、その辺をうまく学んじゃってる部分があるのかもしれないけど、個性っていう部分が出てないってことでしょ、作家には。こちらというと。あ、そうですね。うん、小学生年代でもその戦術を徹底的にやってるとこ多いですから。だから今水内さん言ったように、うん、ね、ちょっとドリブルすると、うんうん、怒られちゃうというか、登壇も結構受けますから、そのスクール生から。ドリブルしたいんですけど、うん、どうしたらいいですかみたいな。でも最後のところでやっぱり子っていうところでやっぱドリブルで取られなきゃいいっていうのもあるわけでしょ、うん、はい、結構ドリブラーでよくありがちなのは、うん、取られて取り返しに行かないやつ多いじゃないですか。うん、だからイメージが悪いんですよね。そうだね。
ドリブラーあるあるだね、じゃあそれね。だからやっぱ自分的には、あれ取られちゃったっていうので、あーって思ってる間にもすぐ取り行けよみたいな。あ、俺もそれすげえ言われましたね。まあ切り替えがやっぱ遅くなっちゃうのかな。もうそれまでにエネルギー使ってるしね。そうだよね。取られると思ってないから、なんか取られた時にうわーってなっちゃいますね。取られちゃったみたいな。なるほどね。面白いね、ドリブルの人たち。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札